こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。今回、またですね、屋内でとですね、ちょっと収録が難しいということで、近くのですね、あまり人通りのないですね、広いところでこうしてですね、収録をさせていただいております。ということで、新型コロナがいろいろね、まだまだ猛威を振るってる中で、収録になりますけれども、今回はですね、ご投稿いただいたのでそれに対して答えたいと思うんですけども、ご投稿いただいたのはえみちゃんさんという方からなんですが、本来ここでですねえみちゃんさんからいただいたメールを読み上げてその後に、解説をするという流れなんですけれども、ちょっとですねこうして屋外の片隅でですねひっそりとお話をしているという関係上ですね、なかなかその読みながらという体制が取れないので、ニュアンスだけちょっと伝えさせていただきます。で、ご相談のニュアンスとしてはですね、ちょっといろいろとお仕事で悩んでいるということで、いろいろと職場でありまして、で、辞めようかどうしようかということを悩まれていると。で、そういう悩みっていうのはあるわけで、その悩んだ時にどうすべきか、辞めるべきか辞めざるべきか、前に進むべきか後ろに進むべきかみたいなね、二者択一みたいなね、決断を迫られることってあると思うんですけど、そういう時にスピリチュアル的な指針としてどうしたらいいんですかというようなニュアンスのご投稿をいただいたんですね。なのでこういうニュアンスに対する回答ということでお話をしてみたいと思います。まず決断なんですけども、基本的にですね、何かを決めるっていうことは、簡単なことで、まず基準がないと決められないってことなんですね。自分の中での基準ですね。で、迷ってるってことはなぜ迷うかというと、その基準がないから迷っちゃうんですね。どうしたらどうするという基準がないから迷ってしまうと。だから基準をまず持ちましょうってことなんですね、自分の中でですよ。で、もう一つは決められない理由の最たるものは正しい選択をしようって思っちゃうんですね。何が悪いんですかと、正しい選択することの何が悪いんですかっていうふうに多分思われちゃうと思うんですけど、もちろん悪くないかもしれません。正しいっていうのはある意味で合理的だったり、合理的判断だったり、あるいは何らかの道徳観とかね、倫理観に合わせて多分正しいであろうという選択ってことになるんですけど、それを一つの基準なんですよね。私は道徳があって、道徳もいろいろあると思うんですけども、私は例えばキリスト教を信じているから、キリスト教の聖書に書かれていることを基準にして考えますと、いうふうに考えるならば、例えば、私は家庭でね、すごい DV に遭ってますだけど離婚しませんっていう、離婚は絶対しませんっていう決断をすると、周りはいやもうそんな DV 受けてなから離婚した方がいいよって言われるんだけど、いや私はしません、なぜならば私はクリスチャンでありカソリック教徒なので、カソリックでは離婚は認められてないのでしませんね。これは合理的に考えると、いやそれ危ないよと、もうそんな DV 受けてんだから離婚した方がいいよとかいう意見もあるでしょうけれど、本人の中ではもう基準がキリスト教なわけですよ。キリスト教の中の基準に従って、私は離婚はしませんと、絶対にしません、何があってもしませんと決断できるわけですね。だから基準があるからこそ決断できると。だからまず基準を持とうと。で、基準を持つ際に正しいか正しくないかはないんだということを、まず合理性か合理的でないか、科学的か科学的でないか、あるいは宗教的に OK か OK じゃないか、世間一般の社会、いわゆるいうところの社会常識に合わせてどうかっていう問題、そういう基準はいろいろあるけれども、何が正しいかっていうのはないんですね。だから自分の中で本当に納得ができる基準を持つ、これが大事です。一つで、正しいものを求めるんじゃなくて、自分の中で決めた基準に従うという、そのルールを徹底する、それが大事です。まずこれが大前提。でもそれでもなかなか基準は持ってると、でもこの基準に照らしてもどっちなんだろうっていうふうに迷っちゃうことありますよね。基準に照らしてもどっちでもなんかいいように思えると、どっちもいいような気もするし、どっちも悪いような気がすると。
で、こういう時も迷いますよね。基準はあるんだけど迷っちゃうんですよ、ね、自分の基準に照らしてもどっちでもいいような気がするし、どっちもダメなような気もするしみたいな。そういう場合どうするかっていうと、極端な話をすると、これね、転移を伺うっていうね、まあ、昔から行われていることなんですけども、昔は鬼木といってですね、まあ、占いが主流でした。まあ、占いっていうと最近はですね、まあ、もうなんか手相を見て、私は結婚いつできますかとか、借金で苦しんでるんですけどいつ借金返せますかとかね、わかんないけど、そういう相談ごと、ちょっとしたまあセラピーというかカウンセリング的な要素を含んでたりするんですけども、本来の占いっていうのは実は本当にな、ね、基準をに照らし、どこまでも考え抜いて決めればいい話なんだけども、それでも決められないというギリギリのどっちか分かんないという時に転移を伺うという形で占いっていうのはあるんですね。鬼木って、昔は亀の甲羅を焼いてね、なんか亀焼くとか残酷ですけど、まあまあ昔はねそういうことをやって、亀の割れ目によって、あ、こういう割れ方したからこうしようみたいなね、転移はこうだというふうに決めて決断したわけです。つまりですね、迷った時にはスピリチュアル的な話を、まず守護霊様にしっかりお祈りしましょうと、ね、語りかけましょうと、我々、私はこれこういうことで悩んでいますということをしっかりとやった上で、まあ、サインがあることがあります。で、サインがあればそのサインに従うというふうに決めるということが一つ言えます。でもサインなかなかキャッチできないと、わからない、それでもわかんないと、サインもよくわからないという場合もありますよね。そういう場合にはですね、もう極端な話ですよ、極端な話、コインの裏表でもいいですね、変な話、まあ厳密に言えばいろんな占い方法あるんですけども、もうこれは決め打ちでいいです。コインの裏表でもいいです。コインを投げて裏だったらやる、表だったらやらないとか、まあその逆でもいいですよ。自分で必ず決めると、ルールをこれに絶対に準拠するということを決めて、まず守護霊にお祈りし、サインを伺う。サインが分かんなければ、もう極端な話、コインの裏表で決めてしまう。そんないい加減な、コインの裏表で君、ね、会社を辞めるとかやめるとか、どんなこと決められませんって思うかもしれないけども、これはね、もう究極的にギリギリまで自分の基準でやっていった結果、決められない、迷うということは、もう何をやっても決められません。どんな考え方をしても決定打は出てこないところです。ってことはですよ、もう転移を伺い、それで決める、それで出たことに絶対に従うというルールを自分に課してやるということが大事になってきます。先ほども言いましたように、正しい正しくはないんです。その結果いろいろな圧力が生まれるかもしれません。やめたことによって生まれるかもしれない、やめなかったことによってやっぱり苦しみが生まれるかもしれません、あるいはやめたことによって何かが解決するかもしれないし、やめなかったことによってやめなかったよかったということが起こるかもしれません。その結果はやってみないとわからないことですよね、究極的には。だけども決めるということに関してはビシッと迷うなく決めるためには、そういう基準を設け、基準をクリアし、基準にのっとってもダメならば天意を伺う、スピリチュアル的には守護霊に伺う、守護霊のサインを見る、サインを見ても分からなければ、究極的にはそういったある種の占い的なもので、これで出たものを是とすると決めると、その上でやると、ここが大事ですね。ここの覚悟をちゃんと自分の中で決めてやることが大事ですね。それをやっていかない限り絶対に決断というのはできないですね。なので一見するとね、形だけ言うとなんかコイン投げて決めろみたいなね、すごいいい加減なことを言ってるように聞こえるかもしれませんけども、ちゃんとプロセスがあって言ってることなんで、そのプロセスを守った上で最終的にはそうやって決めていくことが大事ですね。もう決めるしかないんですね、一歩踏み出すしかないんで、正しい正しくないはありません。それは自分が勝手に解釈でこれは間違ってたんだとか、これは正しかったんだっていうのを決めてるだけなので、あくまで正しさ正しくないというのは単なる感想であり、外部の評価だったり自分自身の納得感だったりするものなので、そういう形でやっていくしかないかなというふうに思います。ということで今回のショースピラーでね、ご投稿内容に対してコメントというかお話をさせていただきました。何かの参考になれば幸いです。ということで今回もショースピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。そして、チャンネル登録の方よろしければよろしくお願いいたします。またツイッターなどやってますので、ツイッターなどもフォローしていただけたらなと思っております。では。